ここは、京浜急行電鉄上大岡駅。この動画の撮影日は2018年1月の、関東に大雪が降り交通機関が待ちしまくった日の翌日であり、雪が残る景色において爆走する京急電車を撮影しようと、うく主は電車に乗って移動しようとしている。とりあえずこの下り快特の2100型を見届け。この2100型2141編成は2100型で最後に車体更新した編成となる。さて、乗ろうとしている快特がやってきたが、いつも仙岳寺行きなのになぜか品川行きなんですけど。ところで、なぜ今回、うく主は快特を使って移動しているかであるが、いっとけダイヤで急行が運休しているから、なので仕方なく混雑してることが多い快特に乗るのであり、品川行きであるのも、ダイヤ乱れによりいっとけダイヤが発動しているからである。さて、この快特でとりあえず京急蒲田まで移動。横浜駅で窓側の席をゲットしたのでどこら辺の駅に雪がよく残っているかなどを観察。今回一時ダイヤが発動している理由だが、日の出町駅で人身事故が発生したためとのこと。横浜、上大岡間が運転見合わせだったようであるが、ちょうどうく主が電車に乗る30分くらい前に再開したばかりのようだった。さらにこの日は横浜駅での保安装置誤作動や、京成線内での安全確認なども重なった影響で、終日にわたって遅延が発生していたようである。なんで新町2番に2000型が止まっているんだろう。内線群には結構雪が残ってますね。さて京急蒲田に到着。冷えてますね。発車号も完全に消えてるので確実に一時ダイヤですね。これは さっき乗ってきた2165編成の快特が発車。この2165編成は2100型の中で一番最初にドレミファインバータを失った編成だったりする。隣に止まっていた羽田空港駅も発車。あれ、急行？運休じゃなかったの？列車間隔が詰まってるのでいつも低速で蒲田を通過してるエアボート快特の通過速度がさらに遅くなってる。てか 83HK ってお前ダイソーかよ。階層？蒲田ローカルの 4S かな？ S8S って臨時階層かよ。
11H ってこれ10時台ならわかるけど、この映像の撮影時刻14時台なんですが、ちなみにこの回送は1713編成の後運用を考えると久里浜まで運転されたと見て良さそうな感じでした。さて横浜方面のエアポート急行がやってくるようですが、新町止めって、あ、そういうって普通かまたやっちゃうんかい。ところで新町止めってことでようやっとわかったのであるが、海徳の車窓から見えた新町2番にいた謎の2000型は新町で折り返そうとしている急行であり、急行の運転区間が新町から羽田の間であるということ。まあつまりだな、そういうことである。ところで 11H 通過後にサメズ駅を通過中だった海徳だが、どれにファインバーだったこのどれにファインバーだの危機更新、思ったよりも進みが遅いですが、どこかのタイミングから更新ペースが急激に上がりそうですね。下の階へ降りてみると日中とは思えないほどめちゃくちゃ混雑してる上に、羽田空港からの円盤日本医大1海徳が到着していますね。ところで横浜方面から青戸行き海徳が先に到着して蒲田で待機してたけど、これ先にどっちの海徳を通すんだろうか。別青戸駅置いてけぼりですか。先に通すのは先に来た印旛日本医大行き。そして上から響くドレミファ。改札の外に設置されている液晶式の案内表示器も、もう一時お決まりの無表示状態。さてこの急行新町行きに乗って移動。やってきたのは京急鶴見駅、ここで少し電車の撮影。トイレを済ませて階段を上がったら都営車が。この5300型も5500型の導入で順次引退が進むと思うが、まだ5500型ほとんど試運転していないような。
マジかよ、5327編成とかとんでもないもの引いたな。今度は上りの快徳が通過するようだ。やってきたのは1121編成、新鮮型で初めて液晶ディスプレイ式の旅客案内表示器を装備した編成だ。ここで撮影を一回止めてもいいような感じだが、もう一本下りの快徳も通過するようなのでそのまま撮影。通過する快徳がやってきたが、ちょ、お前、まさか。やっぱり反抗心を受けて妙に違和感がある1017編成だよ。あところでこの1017編成なんですけど、側面の表示器はちゃんとフルカラー LED になったし、液晶ディスプレイもついたんだけど、機器更新してるかと思ったら発車するとこんな感じ。これでドレミファインバータとか、違和感を感じてしまう。上りの快徳を一本見届けたら、この2000型の急行に乗って終点の新町まで移動。というわけで神奈川新町駅に到着したけど、今回はここまで。次回へ続く。